今回の実践ホールは大阪府寝屋川市にあるニコニコ寝屋川店。皆様にお知らせがあります。私シャーク、最近肌荒れがとってもひどいです。そしてもう一つ、3キロ太りました。ジャンパーにフレームくんのジャンパーにフレームくんの。さあ、長年愛用していたこの青いジャンパーに悪口です。なんせね、暑いんですよ。その暑さをちょっと体感してもらうために走ってもらったわけですが、ちょっと走っただけで汗だくですよ。ええやん。二代目。二代目。大崎一発積もる。名前は大崎くんって言うんですね。朝一で一発積もる男。くだらない企画の話をしてますね。1000円しか打たへんの。ずっとカニやるけど、一発積もる。当たったら、つまっ積もってへん、積もってへん。さあ、気がつけば、ずらーっと人が並んでいますが、まあ、僕が打つ台はもう決まっちゃってるんで、番号とかそこまで気にしてないんですね。リアクションに困る番号14。さあ、ということで14番で入場。もうね、座る台はこれしかないんですよね。最近ちょっと中毒気味なんですね、北斗。朝から2万枚目指すにはまず座らんとな。さっき緑ゾーン空いてると思って一瞬取ろうかなと思ったらスナイパーやったということで、いよいよオープン。まずはさらーっと前代のステージを軽く見回したわけですが、ガルダステージに移行していたのは2台でしたね。いやー、できればこの後僕の台も移行してくれればいいんですが、まず見るべきところはリールガックンですね。がくりましたね。僕の目にはがくったように見えました。さあ、しかしガルダには全く移行する気配なし。始まって最初の子役はジャックチェリー。しかしそのジャックチェリーからまさかの不動の煽り。これでそのまま天覇に行くようなことがあれば、今回の実戦えらいことになりますよ。一応期待してババンってことにはならないわけですね。とりあえず朝一は256までの当たりが欲しいわけですが、それ以上に欲しいのはやっぱり天覇の時なんですよね。こういうスイカとかからドンと入ってくれれば言うことはないんですが、さあ、スイカを引いてすぐさま発展したのがデビルリバースとのバトル。まさかスイカからの直撃なんてことはないよね。おそらく安倍氏的には普通の前兆だとは思うんですが、もしかしてこのまま当たってしまうなんてことはどうですか。普通の前兆やな。一応言い聞かせておりますが、内心は当たってほしい。ですよね。ということで、まずここで128の前兆がおそらく終わるでしょう。そしてスイカからのこの煽りですが、シュレン、そしてヒューイときて、ここを耐えてくれれば天覇の可能性は十二分にあったわけですね。さあ、天覇もなし。
そして定めには一度も行きません。128を超えてスイカやジャクチェをポンポコ引いておりますが、そろそろ天波が欲しいとこですね。ただまあ番組の尺の加減でだいぶ子役を切りましたが、めっちゃ引いてますからね手前で。正直1回じゃなく2回3回と来てほしいぐらいの子役連打でしたね。さあ何はともあれこの天波で256付近までは行くでしょう。この天波で当たらなければ正直この台とはお別れしたい。まあ伝承にさえ行ってくれれば全然粘るんですけどね。さあ弱い天波だね。これで146から230ちょいまでそのままキーンと言ってほしいとこですが、ダメっすね。さああとは伝承ミドルの移行に期待ですが、全くそんな素振りなし。当然この時点では大移動もままならないと。個人的にはもうジャグラーやねんけど、ジャグラーに逃げようかとも思いましたが、ジャグラーの稼働も半端ない。鬼の城開いてない。鬼の城広角機動隊も埋まってます。マジで運任せのホストになるな。ということで運だけを頼りに続行です。さあここで初の中段チェリー、このまま天波が欲しいとこですね。天波の息っぷりが悪すぎる。天波の息っぷりが悪い。まあぼやいてるように天波に全くいかないわけですね。しかし突然の赤文字チャンス、前兆だとは思うんですがここですか。まあここで当たってくれれば相当嬉しいとこではありますが、デビルリバース、ここで中段チェリー回。これを耐えればありますね。ありますよこれ。これは復活が欲しいとこですが、まだですよ北斗は。まだですよ、ここからまだある可能性がある。ほらね、突然のキリン柄でこれはもう当たってるでしょう。おそらくゲーム数解除だとは思うんですが、これで天波とかないよね。ね、チャンスが出てたからゲーム数やと思うんだけど、中段チェリーからの直撃の可能性もまだあんねん。まあどっちでもいいですねぶっちゃけね。いやゲーム数解除の方が嬉しいかな今のとこだったらね。さああとはこのオーラ昇格ですが、ここも相当頑張りどころですね。個人的にはこのオーラ昇格を長いゲーム数やって北斗バーの期待感をたっぷり楽しみたい。ただ今のは変わってほしかったね。いやーここまで楽しそうに打つのはゴッド以来じゃないですかね。これ長いと北斗バーの可能性ある。赤7やったら6分の1ぐらいで揃うと北斗バー12分の1やった。ただ北斗バーの時はだいたいウォーが早い。
まあ、あくまでも個人的な感想ですよ、これはね。ただたまたまでも楽しめちゃいますね。散々引っ張られて赤7ですよ。ここでずるっと否定するやつもあるんですが、まあだいたい800分の1ぐらいですもんね。まあ今白オーラに文句つけてますが、実際問題白オーラっておそらく AT レベルの選択率に期待できると思うんですよね。いきなり来ました、激闘スタート。この時点で若干 AT レベルに期待が持てますね。さあそのまま闘神ですよ。このスタートダッシュはなかなか素晴らしい。あとはこってりと玉を貯めたいとこですが、7個で勝負。本来は AT レベルに期待できる状況だから、一発で継続させないとダメ。最近はじっと見てピクってなった瞬間に出ます。さあケンシロウと見つめる打法ですね。いや、ケンシロウとじゃねえな、ケンシロウをですね。ビクッとしたところでシーン。さあ、まだわからないですよ。10%。さあ、2回目全くビクッとしてないと思うんですよね。さあ早くも2つ使いましたよ。こういう時は次は目をつぶって感じます。何を感じるんだって話なんですが、目をつぶってまたシーン。さあこの出目はありますよ。下段で揃ってよし。すげえドヤ顔。いやー本当ね、これ本気でやってるとね、よだれ出るんですよマジで。さあ何はともあれ耐えましたね。一個もたまらへんかった。勝負玉が一つもたまっていないということで残り4個。目をつぶってのレバーはシーン。ここまでシーンしか出ていない。あのベルの 10% を引けないとやっぱりきついよね。さあじっと見つめてシーン。弱いね。さあ追い込まれてますよ。ただここで諦めちゃ北斗は終わりです。溜めてますね。ここで初のサウザー。さあそのまま左にチェリーが止まっていった。そのまま行きましたね。あれな、真ん中落ちたら7止まるやん。もうなんかリプレイちゃうかもね。なんか嫌な。まああれは気持ちの問題ですよね。ナビなし時の左リール止め、まあどっちでもいいんですけどね。さあそしてここでやってきました、全ナビ。揃わない時もありますが、ここはかっちりと揃いました。こういうことなんですよね。さっき諦めてたらこの場面には出くわしてないわけですから。いやーよかった。ここでなんか聞いたことないねんか。一回引きたい。そうなんですよね。ここでスイカとかチェリーを全く引いたことがないんですね。
勝負球リプレイは引いたことあるんですが、鉄板の1でしたからね。さあここでベルリプレイ、これを引いたのもこれが初。ちょっと興奮しておりますが1なんですね。できればスイカとチェリーを引いてみたい。1回でいいから継続もさせてみたい。この百列乱舞を頑張れるかでこのあと大きく展開が変わってくるはず。全く頑張れませんでしたね。6個、まあこれで7個になったんで、まあ上出来っちゃ上出来ですかね。で百列乱舞を引いて10個になってんが、だいたい山場です。だいたいこれが山場です。だからここいかに本気を出す。さあ現在勝負玉10個、これが本気です。真というね、気合を入れれば入れるほど真しか出てこない気がするんですが、おえなおえ。さあすでにノープラン、信頼と実績の目をつぶってのレバーも真というね。まだあるよ、これはオーラがない。イメージは百裂拳だったんですが、ここをいかに耐えきるか見つめます。集中していい角度で入りましたね、今のレバー。あの体ちょっと見ました、スコンって入ったでしょ、あれ完璧ですよおそらく。さあここで中段チェリーが来ての継続。いやー耐えてますね。ということで AT レベルに期待できるからこそのこの本気。しかし1回目の激闘スタート以外闘神レベル低そうなんですが、僕の気のせいですかね。